どうも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました。毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC を務めます。私、猫舌ではなく二枚舌です。猫犬田実彦です。このラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私、猫犬田実彦がにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。自分の歌手になりたいという夢をバカにされるのが辛いです。なるほど。これだけは言っておきましょう。夢を笑う者は夢に泣く。猫犬田実彦です。まず夢をバカにされたというお悩みですけれども、この際夢をバカにした人のことは放っておきましょう。どうだっていいです。なんて言うんでしょうか、バカにした人っていうのはおそらくですけれども自分の夢も叶えられてないです。まず私は夢を持っている人が大好きです。ただもう少し深いところをつくと、夢を語っている人よりも夢の真っ最中の人が好きです。例えば歌手が最終的な目標だとして、歌手という肩書きを得るまでに叶えなければいけないことがたくさんあるはずです。例えば路上ライブで50人のお客さんを集める。同じく歌手の道を目指している人、または今現在歌手として活動している人と話して、とにかく歌手になるための情報を得る。とにかくひたすら音楽業界のことを勉強する。どうやったら自分がプロデュースされるのか、その仕組みを勉強する必要もあると思います。もしかしたらレコード会社にプロデュースしてもらわなくても自分でプロデュースすることができるのであれば、夢はすぐに叶うかもしれないですよね。なんですけど、あまりにも優しいことばかりを言っていても仕方がないので、ちょっと現実的なお話をしましょう。夢を叶えるためにはみんなで仲良くお手手をつないでというわけにはいきません。同じく歌手を目指している人たちを蹴落とす必要はありませんが、とにかく勝つことだけを考えてください。どうやって勝ったらいいか、それは人の30倍40倍やることですね。とにかくそれだけです。人の30倍40倍というと大変に聞こえるかもしれないですけれども、夢を語っているだけで何もやっていない人にだったら今すぐにでも実現できる数字です。あ、で忘れてました、今回お悩みを投稿してくださった方、歌手になった際ですね、デビュー曲に猫というキーワードを入れてください。まあもう少し欲を言うのであれば猫犬ぐらいまでは入れてくれると、嬉しいです。それでは今週はこの辺で See you next! にゃん。